けいちゃん。ダメ、考えてはダメ。ねえ、約束して。約束？私の声も姿もあの景色も夜の淵に沈めてしまうと、明日の朝日に溶かしてしまうと。それって忘れろってこと？夢はただの夢だから。夢なんだよね。そう、これは夢。それなら、それなら忘れる。いい子ね。さよなら、けいちゃん。無駄よ、もう無駄。今さら隠したところで間に合わなくてよ。
気のせい、気のせいだよね。だから寝るよ。私寝るよ。本当に寝るんだからね。おはようございます、ハトさん。ゆうべはよく眠れたかしら。ええ、まあ、その、あらあらあら、何か問題あったかしら。あ、その、ちょっと夢見が悪かっただけで。そう、昨日はいろいろ大変だったみたいだし、いろいろ疲れてたのね。かもしれないです。私どこでも眠れる方なんですけど、旅行の経験ほとんどないんで。それじゃあ大変だったわね、こんな不便なところに来るのは。ええ、まあ。ところでおかみさん、何かしら。この旅館って…どうしたの？今日の朝ごはんは何かなって。良いかもしれません。ニュースの時間です。昨夜未明、蛇塚郷土資料館に展示されていた鏡が盗難に遭いました。この鏡は632年に遣唐使によって日本に持ち込まれたという古いもので、当時神職にあった中富氏に譲渡されたものと記録されています。
よし。行きますか。